フランスで新型コロナ対策の規制に反対する人たちの車3000台以上が抗議のためにパリ周辺に向かい、当局が警戒を強化しています。クラクションを鳴らしながら車が続々と出発していきます。100キロほど離れたパリへと向かいます。パスサニテール、コンコンプロンパトロスケ、アンコー、ポコアンエンコー、オナデレストリクションフェノメナルアンコー。ワクチンパスポートの義務化などフランス政府のコロナ対策に反対する人たちが11日フランス各地から車やバイクでパリへ出発しました。カナダでワクチン義務化に反対し国境をトラックで封鎖した抗議活動に触発されたデモです。 SNS で呼びかけられ参加している車は3000台以上に上るということです。高速道路など交通が麻痺する恐れがあり、警察は車列がパリに入ることを禁止し、特殊車両を待機させるなど警戒に当たっています。